く受からせると思います？すごいいいんですけど、受かりたかったらちゃんと頑張ってください。これもうちの塾では使えとは言いません。どうじゃ篠原です。今回はそれ篠原塾では使いませんということで、うちの塾篠原塾で使いませんという教材を紹介していきたいと思います。まあ、僕篠原はですね、篠原塾という塾をやってます。うちはオンラインで個別指導をしていくっていう形の塾なんですが、家に行かない家庭教師だと思ってください。こんな感じの年間の受験計画っていうのを作っていって、こういう感じで勉強していきましょうと、それに講師がついて添削したりとか、ちゃんと暗記できてるか口頭試問したりとかっていう感じで成績を上げて、こんな感じでうちの生徒東大京大医学部医学科、まあ軒並み受かってると、こういうような塾なんですが、この篠原塾で申し訳ないけどその教材使ってないですってやつがあるんですよ。今回はそんな教材が何なのか、そしてそれがなぜなのかということを紹介した上で、うちではこうこうこういう理由で使ってないですと、今もし持っている使ってるんだったらこれ気をつけてくださいねっていう注意喚起をしたいと思います。ちなみに僕の塾、さっき紹介したように南関大とか医学部医学科とか軒並み受かってるんで、今ちょっと地方に住んでると、で塾予備校とかあんまりない、信用できる人がいないっていう場合、ぜひうちの塾考えてみてください。この LINE の QR コード読み取っていただいて、スタンプを送ってくれたら、そこからまずは無料電話相談という形で、うちの塾向いてる向いてないとかね、そういう話いろいろしていきますんで、ぜひ申し込んでくれたらと思います。さあまず1冊目からいきましょう。1冊目なんですが、はい、こちらですね、世界一わかりやすい〇〇大学の〇〇合格講座ってやつなんですけれども、うちの塾これほとんど指定しません。なぜかというと、これ出版されてるのが東大とか京大とかね、まあ早稲田とか慶応とか、こういうまあ名だたる大学なんですよ、阪大とかね。そういう大学受けるにあたって、これ持ってる人めちゃくちゃ多いんですけど、ちょっとね考えてみてほしいんです。この本ってどういう本かっていうと、いろんな大学の傾向と対策をまとめてますよっていう、そういう本じゃないですか。まあこの例えば京大だったら、京大の国語に関して傾向と対策こんな感じですよってまとめてくれてるってやつですよね。これやって傾向分かったから、はい終わりってなる人めちゃくちゃ多いんですよ。あとは過去問5年分やればいいでしょって人すっごい多いんですけど、そんな心意気で受かる大学だと思います？一番厄介なのが数学で、いろんな都市のいわゆる良問とされてるものをちょいちょいつまんで乗っけてるわけなんですよ。あとで過去問やろうとした時に、例えば文系だったら5問、理系だったら6問ね、京大だったら出るんですが、知ってるって問題があったりとかして、ちゃんとその6問で何分って時間計って、でその中で時間配分とかの練習もしたいのに、それができないみたいなことがよくあるんですよね。まあ、はっきり言って後々過去問演習するときに邪魔になるっていうケースがすっごい多いんですよ。なので申し訳ないけど、うちの塾これよく売れてるんですけど使ってないです、あんまりね。じゃあ使うならどういう人がおすすめかというと、まずは本当に傾向と対策をパッと知りたいっていう人ですね。結果的に後々過去問演習できなくなる、あるいはするときに困ったとしてもしょうがないと、とりあえず傾向と対策を知りたいんだっていう人には、まあしょうがない使うかっていう風にします。あるいはもう一つ、早稲田慶応を受ける人ですね。早稲田とか慶応の場合は学部ごとで問題の傾向と対策が違うので、例えば文学部と法学部どっちか受けようと悩んでる、どっちにしようかなっていう時に、まあこういうやつで一通り勉強してみる、そしてその中で相性向き不向きっていうのを見てみるっていう風にやるっていうのを提案します。ただね、まあこれ出版されてるのって難関大学なんですよ。その難関大学がこのコンパクトに要領よく傾向を抑えたみたいな感じで受からせると思います？そういう大学じゃないよね。結構ガチンコで勉強して真剣に向き合わないといけない大学だからこそ今本気で目指してると思うんですよ。これに逃げない方がいいかなと思いますね。これに逃げてなんとなく傾向と対策分かった気になるっていう人すっごい多いんで、うちの塾ではこれをやれと指定することはあんまりないですし、それで結果出てるんで、まあうちの塾にもそれなりの正しさがあるのかなと思います。続いて二つ目です。これもうちの塾では使えとは言いません。東進の完全版ですね。用語集一問一答になります。シンプルです。理由は難しすぎるんですね。めちゃくちゃ細かいやつまで載ってるんで、んなこと勉強してられっかということで、やめといた方がいいんじゃないですか、あとしんどいですよっていうふうに言いますね。まず、まあ僕篠原の意見としては、日本史の用語、少なくとも2000覚えてくれたら、まずまずのところは戦えると思ってます。なので、うちの塾、篠原塾でよく指定するのはこちら。日本史の場合は、Z 回のね、入信出る日本史一問一答ってやつがありますので、これをよく指定します。日本史探究になったらまたいろいろ教材探さないといけないかなと思いますが、僕もこれで京大受かりましたし、今までうちの塾の生徒もこれでもう軒並み京大受かってるんで、これでとりあえずええやろっていう感じなんですよ。これに載ってる用語数がだいたい2000語ぐらいというところで、これでだいたい京大入試で7割ぐらい取ったらまあ十分じゃないですか。実際それ取れるしっていうところで、じゃあこれですよ。これ完全版もそうなんですが、まあこれはね、これ以外もそうです。めちゃくちゃ細かい用語までめっちゃ載ってるやつあるじゃないですか。わかるんですよ、勉強したくなる
るの。なんかそれ一冊買ったら全部網羅できる感じがして完全なものにしたいということで怖いからやりますって人多いんですけど、その時間ありますか？ないでしょ。そんな暇じゃないと思うんですよ。他の教科もいっぱいあるから。なのでこういういっぱい用語載ってる細かすぎるやつっていうのはあんまうちの塾ではやれとは言いません。あんまりということで、ではどういう人にはやれというかっていうと、本当に基礎が固まってる人ですね。もう偏差値70くらいは普通にできると。でこういう基本的な用語集とか結構バッチリ頭に入ってるよって人はOK、 わかりました。じゃあ本腰入れてこれやっていこうか、みたいな感じで指示します。なので、レベルが高い人ですね。あるいは、他の教科も固まってる人です。例えば、早稲田とか受ける人で、英語、国語、日本史、みたいなね。その3つの教科だけだっていう人。英語も国語もまあまあ固まってるよと。日本史で差をつけたいってなった時に、まあ他の受験生が知らんやつを知ってないといけないので、じゃあ、やろうか、みたいな感じで指示しますね。それであったとしても、まずは最初は基礎固めにしましょうと。とりあえず手元の用語集固めていきましょうとか、そういう感じで指示することが多いんで、本当にレベルが高い人、本当に時間が余ってる人、本当に他の教科が完成してる人っていう非常にレアなケースです。しかも例えば東大とか京大、東大で言うとこういう難しい用語を覚えてるかっていうことよりも全体的な論述ができるかの方が大事だったりするんで、東大志望にはまあ指定はしないですし、京大受ける人でもこれまで結果出まくってるんでもう指定しないです。でしんどいんですよ、これやるってなるとね。しんどいし時間も食うし、本当に他にやることないんですかということをよく聞きますね。あのね、この本よく売れてるんですよ。よく売れてて本当によくまとまってるんですね。よくまとまってるからこそ見てみて、うわいいな、これ覚えたら受かりそうだから買っちゃうって人多いんですけど、それは覚えたら受かりますよ。でも覚えらんないから困ってるんですよね。なのでこういう難しいやつやる前に、まずは基本的なところ本当に固まってますかと、大丈夫ですかってことを確認してみてください。同じような理由でうちの塾ではごめん使ってないですってのがあります。こちら数学の掌握ですね。これもそうなんですが、この他こちら数学の真髄、数学の論理みたいなものを説明してくれてるっていう教材、これうちの塾ではごめん使ってないです。なぜこれをうちの塾では使わないかというと、しんどいからです。これをちゃんと読み解き理解し勉強しっていうのがめっちゃしんどいんで、うちの塾では使ってないです。なぜかというと、数学と受験数学って僕ちょっと違うと思うんですよ。これは数学の本なんです。数学の論理、理屈、こういう風になってますよっていうのを日本語で丁寧に、まああるいは数式も使いながら教えてくれているって本なんですね。素晴らしい本なんだけど、それは本当に数学が好きなんだったらやってください。数学を勉強したい、研究したい、大学で真剣にやりたい、それだったらやってもいいでしょう。だけどそうじゃないと、とりあえず受験で数学突破して大学では他にやりたいことがあるとか、まああるいはまだ決まってなくて、とりあえず点数さえ取れたらいいんであれば、普通にチャートフォーカスゴールドやっていただけませんかというところですね。というのもめっちゃ時間かかるんですよ、これって。読まないといけないんで、数学の本って読むのに結構時間かかります。これって本そうかな、どうかな、ああなるほどな、ああこうかっていう風に納得していきながら読まないといけないので、いわゆる普通の現代文とかとはちょっとペースが違うわけなんですよ。すごい時間かかります。もちろんこれ読んでもらったら数学の体系的な理解にもつながるし、勉強にはもちろんなります。しかも厄介なことに、数学できる人がよく使ってるんですよ。なぜかっていうと、数学できる人、数学好きなんで、まあこういうの使いがちなんですけど、あの人も使ってる、あの先輩も使ってる、受かってるこの人も使った、だから俺も使おうってすると失敗します。よくわかんないです。で多分10ページぐらいで挫折して、もういやって閉じちゃって、でずっと本棚にあるけど読んでないっていう人めちゃくちゃ多いと思うんですよ。すごいいいんですけど、ごめん受かりたかったらまずは普通にちゃんと頑張ってください。大学入ってからやるんは勝手です。それはもう時間あるんでね、やってもらったらいいし、あるいは他の教科がある程度固まってて時間があると、で数学のそういう研究っぽいことやりたいっていうんだったらいいでしょう。ただ受かりたいんだったらチャートやってくださいというところですね。あるいは英語やってください、国語やってください、理科社会やってください。まあこれがまあ実際のリアルなとこかなと思いますね。まあこんな感じの難しい教材の一方で、簡単すぎるやつもうちょっとね要注意なんですよ。こちら大岩さんの英文法超基礎編ですね。これねめちゃくちゃ持ってる人多いです。でめちゃくちゃ売れてるんですけど、ごめんうちの塾では使わないです。なんでかっていうと、なるほどで終わるんですよ。あるいは他の教材もそうです。こちら6時間で古典文法勉強できますよみたいな素晴らしい本なんですけど、これやるんだったら必ず演習とセットにしてください。大岩さんの英文法とか他の古典文法の方もそうなんですけど、読んでへーなるほど理解できたわおもろい
パターンで終わっちゃって、実際じゃあ英語読めますか、古文読めますかって言うと読めないんですよ。なぜかというと演習をやってないから。分かったってこととできたってことは別です。分かったはいいかもしれないけど、できるってところがならないので、こういうのやるときは必ず演習とセットでやってほしいんですけど、演習とセットでやってる人ほぼいないです。なのでそもそも使わないですね。どんどん演習していきましょうと、その中で体で覚えていきましょうっていう風に文法をやってますね。なぜかというと、ここで分かってても実際に肉体的に分かってないと古典文法も英文法も使いこなせないんで意味がないんですよ。なのでこういう分かりやすい系の文法教材っていうのは、ごめん、うちの塾では使ってないです。使うんだったら全然構わないんですが、必ず演習とセットにしてください。そして演習とセットにしないんだったら演習だけやってください。こういう読解系のやつ読んで、へえ、なるほど、ためになった、でも使えませんでしたでは意味がないので、必ず演習とセットにやることにしてください。ラスト5つ目、こちら、数学の基礎問題成功、入門問題成功です。なぜうちの塾では使わないかというと、チャートをやれというからですね。なぜうちの塾でチャートをやれというかなんですが、うちの塾基本的に難関大とか医学部、医学科を目指す人が多いんですよ。まあ最低でも9定大以上行きたいっていう人が結構多い中、基礎問題成功、入門問題成功、足りません、レベル的に。コメント欄でもよく質問されるんですよ。基礎問題成功でいいですかとか、入門問題成功、こうやってこうやってこうやってで大学受かると思いますか。基礎問題成功、入門問題成功、書いてる通り、基礎です。入門です。その行きたい大学、基礎入門固まってて、それだけで受かる大学なのかってことなんですね。一般的な大学は別ですね。一般的な大学っていうと、どこにでもあるような大学です。言い方悪いけど。まあ、受かるでしょう。だけど、そういう大学行きたいのかって話なんです。ちょっと人とは違う大学行きたいからこそ、僕の動画見てくれてるんじゃないかなと思うんですよ。東大、京大、医学部、医学科。そういう大学なのかと。そういう基礎、入門ができて受かる大学なのか。違うと思うんですね。やっぱりある程度網羅的に何が出てきても戦えるぞっていう状態にしておかないときつくないですか。基礎問題成功とか入門問題成功が悪いわけではありません。もう今やっちゃってるっていうんだったら、まあそれはしょうがないと思うし、この教材使ったから落ちるってわけではないんですよ。なんだけれども、まあなぜね、うちの塾でじゃあもうそういうのやらないっていう風にしてるかっていうと、チャート式とかフォーカスゴールド結局最終的にやりたいんだけれども、基礎問題成功やってからチャート式やるっていう風にやると、チャート式何周もできないんですよ。なので結果的に時間が足りないっていうケースが多いんですね。やっぱり基礎問題成功、これはこれで素晴らしいですから、やるんだったらやり込まないといけないと。篠原塾の指導方針としては、小問多反復、少ない問題をたくさん反復しましょうっていう風に言ってますんで、数学の参考書1冊2冊3冊っていっぱいはできないわけなんですよね。なのでやるんだったら1冊やり込まないといけないと。その1冊を基礎問にしちゃうと後が続かないんです。あと何をやればいいかが、まあ、いまいち見えてこないってことがよくあるっていうところですね。だから、基礎問の後チャートやるっていうふうに指示するケースも、まあ、なくはないですし、基礎問とか標準問題成功で難関大目指すっていうケース、まあ、なくはないですけど、極力避けてます。うまくいかないんで。できたらやっぱりチャート頑張ってください。応用問題集きっちりやっていきましょうっていうふうな指導方針で、うちは結果を出してます。なので、基礎問題成功をやりたいと。もう、それはそれで、受ける大学がそれでいけるんだったらいいです。あるいは今、信用できる先生が何らかの考えでもって基礎問やってくださいというふうに指示してて、まあそれで分かりましたというふうに思うんだったらいいんですけど、そうじゃなくて、ただネットで見て良さそうとか、ただ先輩が使ってたとか、ただなんかで見たとかね、なんかそれで基礎問題成功、入門問題成功に何も考えずに無策で手を出すっていうのはお勧めしない。特に難関大、人からすごいと言われるような大学に行きたいんだけれども、コンパクトに最小限の勉強で何とかしようっていうコンセプトの本を使うっていうのは僕はお勧めしないですね。ということで、申し訳ないけどうちの塾では使ってないですっていう教材紹介させていただきました。もちろん教材っていうのは、良し悪しがあります。で、良い教材であったとしても使い方を間違えると失敗します。今回紹介した教材は全部いい教材です。使い方さえ間違えなければ、適切な人が適切なタイミングで適切な目的で使えば素晴らしいものなんだけど、大体それ間違えてるんで、うちの塾では使うなと。で、代わりにこっちやってくださいっていうのを指示してますね。じゃあ逆に、うちの塾で大好きだと、よく使えと言ってる、もうこれで何人も受かってきたよっていう教材、これから紹介していくんで、ぜひチャンネル登録忘れずにやっておいてください。ということで、今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。